かっこいいなこの感じ。クラブ PR 動画でしょうか。スタブロいつもどんな風につけてんの。どんな風ですか。うん、おどおどしてんな。動画で会ったよ最初のおこれ、これちょうど、うん、私より僕は多いくらいなんですけど、僕は体がちょっと硬いんで。なるほど。ちょっと自分のさっきの膝打ちよりちょっと多めで、前の方の足、後ろは僕その日の調子によって。あ、その日の調子によって変えるんだ。あ、じゃあこれっていうのよりもちょっと微調整するんだ。微調整するね。2.6 から3.0 の間で、その日の調子によって調子が悪い、うん、悪かったら結構大きくなっちゃう。レッスンの時は詰まったりするんだ。レッスンの時 2.8 とか 2.87 とか。調子がいいと足の間隔は狭い、幅っていうの。幅は調子がいいと狭いのか、狭い方が多いのか。はい、その方が回るの。あ、グンって足が出るみたいな。あ、なるほどね。横ついた時は角度はさっきの合わせ方じゃん、前の動画でも紹介した。その目線とかはどうしてる、いつも。目線は僕は真下っす。真下、線見る感じ。線見る。線見て。人によって違うんで、なんとも言えないですけど、僕はラインを見ながら。なるほど。僕のルーティーンは、はい、ルーティーン。うん。僕のルーティーンは11秒3のルーティーン。11秒3のルーティーン。11秒3のルーティーン。とりあえず、うん、オンイヤーマークって言われた時に、うん、レースするんですよ。レースして、はい。こうするんですよ。こういって、足をね、一回振り上げるのね。でスタートラインからゴールまで見る。かがんでから、うん、かがんでから。いつもこうやってる。なるほどね、ついていく。これルーティンやっぱ人それぞれよね。丁寧に置く人もいれば、僕は淡々って置いちゃう。でもなんか思うのはあれだよね。スタートしていきなりスッてついちゃう人、なんかちょっと素人っぽさあるよね。なんか落ち着きないっていうか、ちょっと持ってて心落ち着かせてほしい。そうそうそう、なんかこうやってオンヤマークって言われてできて、これでついちゃう。早っ思ったより早かった海里くんのルーティンいきます。我が陸上クラブのスタートの申し子、うん、はい、山本海里くん手挙げるとこからマジでやるん、位置について言われたら。それ決勝だけやろこう来たら前を見て手ついて前見て、はや、これスタートするとき目線とか意識する？ただゴールの方を見て。ああ、立った状態のとき。そうね。落ち着かせて。このオンヤーマークスになってセットの時の目線はどうしてる？セットの時は真下見てる。ああ、真下なんだよ。